しゃべてつ気分始まりました。怖い。え、何の音ですか今の。そんなディーゼルカーなんか見に行ったんでしょ。ああ、ね、音真似あれ言ってないの俺今の伊藤だけど激今の激似だったよね。似てたよね。自分で激似だったんですか。俺の激似に触れたって感じだもん。ね、それよく分かってないですけど、なんか言ってることが。しげちゃんとね、はい、しげちゃんと、そうですね、はい、なんか高松に行ったんでしょ。そう、新車を見に行きましたね、はい、2700系の特急が、はい、また機動車をね、見に行きました。 JR 四国の新しい機動車。そうです、そうです。いいな、はい、いや、かっこよかった。かっこよかった。はい、あ、エンジンもちゃんと鳴らしてくれたんでしょ。そう、エンジン鳴らしましたっけ。絶対見てない、絶対関心ない忘れちゃったと思って。ずっと鳴ってないですよ。あ、鳴ってた。サンキュードンしか多分ね記憶にないんだ。いやいやいや、そんなことない。振り子 のシーンも見ましたし、振り子が揺れてとかね、はい、見てよ、それ見て。そう、あるんでしょ、はい、VTR がね。今回必殺コンテンツですから。あららららら、密鉄ですから。あら、そう、あれでしょ、だからこの前のほら栗原田園鉄道で見たい人には見せてやるよっていうあの手がみんなって批評、不評買ったんでしょ。あ、そうなんですか。どうなんだ、ね、このシゲっていうディレクターって撮ってんだろ、見せろよって。確かに、やばい、ね、見てください。あの時はね、なんで流れないんだろう、ね、番組で見てください。これはもう今日は出るよね。そうですよね、今日はその新型車で、ね、うん、私もまだ見てないですからね、まあ、そうだよね、まあ、見てます、はい、というわけで、じゃあ VTR、 お、出る、お、はい、よし、どうぞ。キャー、来た、お、どこかい、2700、ただいま私は JR 四国の2700系メットが似合うな、特急型機動車のほとんどの買い物好きじゃないんですけどね、たくさんの後ろには報道陣の方々がいらっしゃってます。20代女子ね。誰もいないんですよ。これが見えるか。皆さん、ほぼほぼスーツですか。この車両、ここにある車両、私ぐらいしかいなかったな。ちょっと近づいてみたいと思います。はい、同い年の人はあんまいなかったですね。たくさんの報道陣の方がいらっしゃって。うわ、もうガチだもん。その前には、もう大手メディアのガチだもん。その横を。命かけてるメディアの横に立っちゃダメでしょ、ミキちゃん。そのまま横をじゃん、気にせず通っていくという、ね、綺麗に見えました。すごいな、すげえぞ、今日は、あ、かっこいい、うん、輝いてます。かっこいいですね、いいだね。またラインが追加されたんですよね、なんか。あ、そうなの、新たにグリーンのライン、このラインが新しいんだ、一、はい、つね、だから夜とかオリーブね、光るじゃん、ね、イメージして作られ、ね、あ、イメージして塗装されてる。音もいいわ。黄色、うん、グリーンがかっこいいですね。かっこいい、ちょっと蛍光がかってるのね、うん、そう、それがまたね、結構生えてますね。近未来的なデザインで、2700系の妖精顔ですね。あ、ナンプかっこいいですね、うん、あ、LED 表示なんだ。この蛍光色のグリーンが光ってて、夜とかね、結構光るんじゃないですかね、これ暗いところで。なるほど、うん、いいですね、夜走ってたら絶対かっこいいだろうな、これ。これミキちゃん的にはイケメンなの。え、イケてません。イケメンがちょっと、うん、あ、っ顔が回ってやっぱいい。近くで見てみますか。歌舞伎っぽい、イケメンだよね、じゃん。JR、ちょっと見えるかな、1号車自由席って書いてますね。はい、意外と重厚感あるのね。そうですね、うわー、重たそうだな、うん、エクスプレス2700。こういう時ってさ、しげさん何やってるの。このなんか間の現場で、え、なんだろう、これ撮ってる時、車両のつなぎ目のところのデザインがされてるの。食えちゃうの、すごいかっこいい。そんなわけない、ちょっと工場抜け出しちゃった。そんなわけない、後ろで撮ってますよ。車両基地抜け出しちゃった人。そうだったんですか。いいですね、後ろで撮っております。赤いラインが線引いてて、そしてこの車体の下にあるこちらは振り子式の振り子装置ですね。振り子、そう、ああ、空気で確か振り子させるんだよね。この空気に入れたり出したりして揺らすんじゃなかったっけな。このバネが
伸び縮みして、あ、そうか、バネか、バネを検知して、バネ、振り子のように動くんですね。そうなんだ、みきちゃん詳しくなってきちゃったなさっきちょうどこの動いてる、あ、動いた、すごいですよね、姿を見てたんですけど、あらららららら、動いててね、俺思ったけどさ、ちょっと首かしげてるから、あ、いいね、確かに、ちょっと可愛いと、こんな間近に見ることないんですけど、何ちょっと可愛い、よく犬がこういうことやるよ、実際に走ってる時に伸び縮みしてるこの姿を見てみたいですね。振り子装置、振り子式がね、再来したとしても2700系は注目されてますからね。結構上がりますよね。振り子制御、振り子制御、こんなにしっかり捉えてるのは鉄道チャンネルだけじゃない？かしら。そうですかね。すごい。間近で撮りましたもんね。前から見てみますか。結構いろんな方撮ってたけど。あ、そう。入っちゃったから。あ、これ車内です。車内に入ってきました。いいね。で、ここは1号車。自由席ですね。なんかちょっとシートに座ってみますか、お、どんな感じなんですかね、可愛らしい、おしゃれですね、ちょっと座ってみて、あ、快適そうだな、うん、ドリンクホルダーあそこにするんだな、 JR 東日本みたいにね、あ、前にね、車のね、前には車内設備の案内だったり、俺ね、正直ね、鉄道、本当にお前好きかって言われたら分かんないけど、ね、広げてこのね、今ね、ディーゼルのね、っていう中でやったらね、俺多分ね、一日中飲める、もうこれ BGM で飲める。そのシートもすごい可愛いですね、おしゃれですね、おしゃれ、ちょっと座席のところだけ文様もすごくやっぱりね、デザインが変わってて、なんかアレンジしたやつ、おしゃれです、先進デザインだね、この床の部分も絶対飯食いってんな、これ木目調で温かみが確かになかった気がする、これが車椅子スペースか、ちゃんとこういうね、車椅子の設置のスペース、ね、快適に過ごせますね、すごい防犯カメラもついてんだね、車だな、次の車両を行ってみますか、はい、僕撮ってます、あ、そうか、そういうことか、そうか、なるほどね、人に任せてんじゃないんだろ、なんとかニュースさんとかなんとか新聞さんとかに任せてないんだね、ちょっとミキちゃんね、ミキちゃん昔ね、違うメディアに頼んでたもんね、ありますね、撮ってください、あ、大きいな、ね、うん、撮っていただいたりしてましたね、撮ってくれたりして、あら、広い、快適、広いですね、全然新幹線よりも広い、ちっちゃい子ね、ちっちゃい子があそこでおむつ替えたりできるんだね、できますよね、便利ですよね、綺麗だな、なんかさ、誰も使ってない新品のトイレって幸せだよね、幸せすぎるでしょ、あのね、ピカピカな感じの2700系特急型機動車の現場からお送りしました。素晴らしい。バイバイ。ヘルメット直せ。まっすぐヘルメット固めてる。ヘルメットずれてくるんですよこれ。そして、あらら、あ、俺こっち見たかった実は。やべえ、俺テンション上がっちゃった俺。やべえ。出た。やべえ、バレた。2700系よりこっちだって俺もバレちゃった気持ちが。2700系の報道公開があったということで、はい、その後に、やっぱり香川県といえば。サヌキうどん、あらららららら、食べに来ました、素晴らしい、いや結構報道公開で疲れちゃったんでね、ちょっとうどんで温まろうかと思います、なんだろう、鉄道チャンネル喋って気分進化するね、このお店は高松駅の目の前にあるミリケン屋という高松では、まあ香川ではね、有名なチェーン店で、すごく美味しいって評判なんですよね、本当に高松駅のすぐそこだったんですよ、タコツから一回電車で戻ったんだ、早速冷めちゃうから食べちゃおう、美味しそう、意外とね、コシあるのよね、あ、美味しそう、美味しそう、それをなんと入っちゃうね、いいですね、あらいい絵だ、私は香川県出身なので、あ、そうか、みきちゃん香川
出身。はい、香川出身です。両親も香川なので食べたりしてましたね。昔ちっちゃい頃はうどん食べてましたね。あ、そう。なんかやっぱ硬いんだね。そうですね。小さい時にやっぱ硬いとか。小さい時は、はい、結構腰があって硬いの食べてましたね。香川県民朝もね食べたりするんです。そうだよね。朝うどん、夕方ぐらいに食べたりする。そう、これエビ天で、あら、これ何、これ何、これこれ面白くないですか。すごい。そう、観音でエビのすり身だったり、エビのすり身、白身だからのすり身が、うん、初めて見た。エビ天でもうすごい珍しいですよね、この珍しいよ。いただきます。あ、つけて食べるんだ。私、エビ天を、うんうん、昔、あの、ちっちゃい頃やってたんですけど、うんうん、温かいうどんにずっと乗っけて柔らかくなってから食べるんですよ。うどん食べてその後に最後に。ピンク色で。じゃあこれはじゃあ知ってた？いや、これは知らなかったです。染み込ませるんですよ。観音製麺よくやってました。なんかちっちゃい頃にエビ天をこのままここに置いて。なんか島根にもこういうのあるよね。赤天ってやつね。そうですね。最後のラストで食べると美味しいです。うわー、うまそうだな。トロトロになってるエビ天がすっごい好きで。なんか昔の思い出が蘇ってきますね。うん、うどんすごい食べてたな。うん、ひげちゃんも同じの食べた。ちょっと、僕はもうちょっとお時間なかったので。嘘。私だけ食べました。でも空港ついて食べた俺。あ、そうか、空港にもあるもんね。うん、高松空港のもうまいんだろうな。はい、いただきましたね。いやー、すげー綺麗。美しい。これは美しい。うん、すごい。はいはい、ということで、うん、この辺ですよ。ごちそうさまです。今回のミキシクはここまで。あらら、終わっちゃう。終わりか、これ。